照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。神宮球場からお伝えしてまいります。東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いやもちろんですね、深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ、野手も気合を入れて対戦してると思います。ではそのあたり注目していきましょう。まずはスワローズの先発ピーターソン、神宮球場のマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか。とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。引っ張った、これはどうだ。ピーターソンアウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている野間。ピーターソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーはピーターソン、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。初球ストライク。内に持ってきました。いいところへ決まります。ワンボールツーストライクです。次が4球目。インサイド、高い打球右中間へ。この打球はフライになっています。ライト掴んでツーアウト。打順は3番秋山、ツーアウトになっています。追っつけて打ちました。レフトに強い打球、レフト下がっていく下がっていく、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。ツーアウトランナー二塁。さあそしてバッターボックスには西川が入ります。さあ先制を防げるかという場面、まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。引っ張った、ファーストが前に来る、取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。小宮山さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーを組めるかどうかというのは非常に大事ですよね。まあ、そうですね。ベストオーダーが組めるということはイコールも強いということだと思うので、まあ、怪我人が、ね、出ないシーズンはないですから。確かにその通りですね。並木打席に入ります。さあカープはエースが登板ということになります。さあそのエースをスワローズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。アウトコース見送ってストライクです。打ちました。センター掴んでワンアウト。バッターは注目のルーキー長岡。まずはワンアウトを取っています。初球ボール。
インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。落ちるボールはこれは外れています。4球目は何で来るか。打ちました。この当たりはどうか。ライトライナー掴んで、これで2アウトです。打席には3番バッター尾花。2アウトになっています。初球空振りです。低めの変化球は決まりません。さあ3球目は何か。打ちました。上本一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。この回スワローズ三者凡退です。2回表に入ります。カープの攻撃、バッターは5番デイビー。スワローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。初球は何から入ってくるか。初球インサイド空振り。際どいコース外れました。ボールを操ってきます。ワンボールツーストライク。インサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックス上本、ピーターソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、これはどうか。この打球はどうだ、切れるか。レフト線フェアです。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には堂林が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。初球ストライク。バットを出しません。ここはあっという間に追い込んでいます。3球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。カープ1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット、1対0。序盤から試合が動いていきます。ここで先制点を奪われてしまいました。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。ここでタイムリー、先制点を奪われました。
さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めて、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。いい当たり、これはどうか、センターの前、あっという間にセンター前へ、これで3連打、ランナー3塁1塁となりました。さあ打席には先発の大瀬良が入っています。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球から際どいコースをついてきます。さあ2球目は何か、外、高め、見送ってストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。見逃しで三振を奪います。ツーアウトになっています。いや非常にいい組み立てでしたね。まあただ次のバッターが彼なんでね、この打席は要注意でしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい菊池がバッターボックスです。これは低めストライク、高めいっぱい、ワンボールツーストライクです。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回カープ先に点を取りました。1対0カープ先制です。2回の裏になります。さあスワローズこの回は4番から始まります。バッターは山田。スワローズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。次が2球目、低めに来ました、ノーボールツーストライクです。さあ外してくるのか、際どいコースには投げ込んでいます。これはどうだ、三遊間抜ける、先頭バッター出ました、スワローズノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には同点のランナー、バッターボックスにはサンタナ、そして塁上には山田。まあ彼がランナーですし、ここは盗塁を狙ってもいいケースだとは思いますね。どう動いてくるでしょうか。アウトコース見送っています。
ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ストライクを取りに来たところ、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。逆転に成功しました。この回のヤクルトスワローズ2対1になりました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。ここで逆転に成功、流れを引き寄せました。